はい、こんにちは。トールと申します。今回はアニメ「リゼロ」から始まる異世界生活の、通称「リゼロ」ですね。これの2期前のね、おさらいをさらっとしとこうかなと思ったので、動画を撮らせていただきました。僕はリゼロはそのアニメをね、ただ追ってるだけで原作も知らないっていうことなんですけど、2期もそんな感じでね、そのままね、順番に見ていこうかなと思ってたんですけど、ちょっと最近その総集編っていうのが動画配信されたみたいで、それを見ていくと、そのところどころちょっとした変化はあったんでぐらいなんで、見てなかったんですけど、25話の、最終回のところにね、ちょっとね、シーンが追加されてですね、それをちょっと押さえといた方がいいんやろうなと思ったんで、一応ね、確認のためにね、作ってます。で、もっと詳しく知りたい人とか、しっかり見たい人とかはですね、多分いろんなとこで配信今まだされてると思いますんで、チェックすることをお勧めします。はい。そんな感じで一応見ていこうと、確認しとこうと思いますね。主要人物ね、他にもいるんですけど、主人公夏木すばるが、転生者の、能力基本的にないっていうことで、ただ魔女の呪い的なもので死ぬと、セーブポイントに戻るっていうね、ある意味すごいチート能力なんですけど、それでいろいろとこう何回も何回もやり直してハッピーエンドに向かうっていうのが、一気の流れでしたね。で、エミリアっていう、ヒロインがいて、で、その人を守るために、この一騎は奮闘していたという感じで、で、仲間として、ラムとレム、鬼の存在っていうことで、ファンタジー世界なんでね、そういったことがいたっていうことなんですが、その一騎の最後ら辺のね、描写がですね、何があったかっていうと、白鯨戦っていうか、空飛ぶ白いクジラを、倒す話と、で、魔女教っていうところのですね、宗教団体というか、悪の組織的な、ものを倒すっていう、そういった話が、あって、終わったんですね。で、話的にはこの、ハーフエルフの、ヒロインをですね、王にするっていうことで、目的ではあるんだけど、まだまだ物語はね、続いていくんやけど、基本的にはね、ヒロインとの絆をね、もう確認して、綺麗に終わったという、感じでしたね。で、21話のところでね、白いクジラを倒して、こいつが個人的にはすごい盛り上がりましたね。ビルヘルムさんっていう、羊の、人の因縁の対決みたいなのがあって、で、ここで、レムとですね、鬼のレムと一緒に行動してたところを分かれて、借りた戦力でですね、魔女教を殲滅しに行くっていう話だったんですね。で、23話の時にですね、スバルが死んでしまうんですよね。で、死んでですね、24話は、レムが負傷していて別れたので、そこでね、別れたところの直後に、戻ってきます。で、戻ってきてまたね、やり直して、今度は魔女教を無事倒し、エミリアに告白して、心をね、通じ合わせて終わりというような、そういった話だったかなというふうに思いますね。はい。この辺りはやっぱりこう最初はダメなんですけど、何回も何回もこう死んで繰り返してやり直してっていう中で、主人公がね、育っていく描写がね、非常に面白かったなというふうに記憶しています。はい。皆さんも分かってることだと思うんですけどね。で、総集編のね、で、追加されたラストのところでね、C パートが追加されてですね、要は最後のところですね、エミリアに、スバルが告白をして、終わりかなというふうな感じだったんですけど、そこから馬車っていうんですかね、馬車にね、揺られてね、向かってる時にですね、スバルがですね、レムの話をするわけですね。で、レムのことを、自分はエミリアのこと好きって言ったけど、レムも自分のことを好きって言ってくれたんだみたいな話をするんですけど、指導の者は話すんでね、落ち着いてって言われるんですけど、ね、なんとかこう頑張って言ったんやけど、そこでこう、エミリアがレムって誰？って言うんですね。これで一期が終わるという、なかなかこう衝撃の話ですね。だからその自分とこの使用人のことを忘れてしまっているっていう、描写なんですよね。で、これが何かっていうと、
単純にこれなんでこんなことが起きたんかっていうことになると、直前に戦っていた白鯨の、霧で殺されたものは、みんなの記憶から消えるっていう設定があったので、単純にこう見るとあるものだけで見ると、この時点でレムいつの間にか死んでしまってるっていう、そういう描写になるんじゃないかなというふうに思います。で、特に一期は特に主人公とエミリアの絆というよりはどちらかというと主人公とこうレムの絆を基本的に、強く書かれていたんで、それが衝撃という、構造ですね。はい。特に主人公との絆を確かめ合ってですね、で、かなり負傷していたので、馬車でね、王都の方に向かったっていうレムが、途中で、白鯨の能力が何かあったのか別の白鯨を攻めてきたのかは分からないんですけど、何かあったんだっていうことで、でただその23話で死んだ時に、セーブポイントが白鯨を倒した直前にこうね移動していたので、もしかしたらこの時点で死んでたら完全にこうゲームオーバーなんですよね。でここでもし死んでなかったとしても、この時点でね、死んでいてセーブポイントが更新されていたらレムは死んだままなんで、もう元に戻せないっていうことになるんですよね。こういう話でやっぱり面白いなっていうのが、そのレムのことを主人公以外はみんな忘れてしまってるっていう描写をその気づかせないっていうふうにね、普通にみんな会話してるんやけどレムのことを忘れてしまってることはこう視聴者が気づけない構造になっているので、やっぱりこういうところはね、どこで何があったのかっていうのを考察する要素として面白いなというふうに思ったんで、ここからどういうふうに物語を転がしていくのかなというのを、楽しみにしたいなというふうに思っていますね。特にレムに対して感情移入していた視聴者の人には衝撃だったんじゃないかなと、思いますし、もちろん原作ファンの人とかはねもうとっくに分かっていることだとは思うんですけど、そんなこんなでね、2期がどうなっていくのかっていうことになりますね。怖いのはこの中にレムがいないんですよねこれは怖いなっていうふうにね、思ったんですけど、で2期がどう転ぶのかを楽しみにしたいですし、ただ自分的にはなんていうかその2期の終わりがどこに着地するのかがわからないっていうのはちょっとあるかなというふうには思っていますね。1期は要するにその王位相継承戦みたいなのはまだまだ先の話だよねって、だけどその時になったら正々堂々と戦おうみたいな感じで終わって、エミリアと、ヒロインと絆を確かめ上げあって終わったんですけど、じゃあ2期は一体どこまで書くべきなのかっていう、というかあと2期における主人公の主題は何なのかっていう、ところがもうレム救出で全てがあるのか、それとも別の何か大きな波があるのかちょっとね分からないんですけど、そのあたりの落としどころがちょっとね自分的には不安だったりするんですけど、いろいろこうこの時こうしたらいいんじゃないかって考えたりするのはなかなか楽しいなというふうに思いましたので、またね感想と考察皆さんと共有できたらなと思っています。はい。今回はね、これだけですね。もうすぐね始まりますので、まだの方はですね多分まだ総集編の方がいろんなとこで配信されてるんじゃないかと思いますんで、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。結構ね、思い出すとやっぱりこれ面白かったなっていう風に、思えるところでしたね。やっぱ白鯨戦はね、白鯨戦のオチはちょっとわからないんですけど白鯨戦自体は僕は面白かったなと思ってます。はい。そんなわけでですね、今回は一応リゼロのね、2期の前にちょっと確認ということで、させていただきました。もしね僕が勘違いしているところとかですね、こういう見方もできるよっていうようなね、話があったら教えていただけたら幸いです。はい、ありがとうございました。